愛原ミー1月17日隊は、神奈川県出身の日本の元タレント、グラビアアイドル、ミアエンタテイメント所属であった。2006年9月、秋葉原のメイド喫茶、ミアカフェで働き始める。2007年9月、DVD、メイドカフェ発表会カフェ -1 ミアカフェ発売。2008年5月より、ミアエンタテイメントに所属。2008年7月より、 トイガン及びミリタリー関係の月刊専門雑誌、アームズマガジンで連載企画を始める。この企画の一環で、シューティングイベントに参加し、好成績を収めたことで銃に強い興味を持つようになっていく。以後、サバイバルゲームなどのイベントにも定期的に出場。2009年にエアライフルの、2010年に実銃、散弾銃の所持許可を得る。こういったことから、 ミリタリーアイドル、スナイパーアイドルとも言われている。2008年11月、コマザー大学学園祭、オータムフェスティバルミス・ミスター、コマザーコンテスト準ミス受賞。同年12月、ファースト写真集 CD ロム、名門女子高校環境ビデオシリーズ発売。2013年2月、ミリタリーアイドル卒業。これと、同時期にミアエンターテインメントから除籍。 2013年5月、宮カフェ大阪店店長を辞職。そのまま、卒業へ。ありがとうございます。